よ。やつをドライヤーに入れないといけなかったからちょっと早く来て、で今日のお客さんはね髪なんだけど、まつげももしかしたらやるかもしれないから、まつげもやりたいって言ってたのなんだけど、彼女が自分で、ラッシュパーマをしちゃって1ヶ月前に、でだからちょっと様子を、毛の様子を見てできるんであれば今日髪の毛終わった後にまつげパーマもしたいって言ってたから、そう、それの準備もしないと。今日も頑張ります。Living my best life, love is on my mind and it's making me high. I'm staying in.
が見たいんだ。お見舞いちゃうよ、目が。地蔵。地蔵じゃないか。でも髪が可愛くってね。顔が可愛いんだよ、見て。これ可愛いよ。めっちゃ地蔵じゃない。大丈夫、寝とくから。帰ります。これから長い一日でございましたが大満足です。お家帰るよ。よし、車の中がめっちゃ暑い。見てこれ、お友達がくれたお菓子、超嬉しい。よし、私は帰ります。サロンに着いたのが、今日サロンに行ったのが8時半とか8時ぐらいで、私のお客さんが帰ったのが3時半ぐらい、私のお客さんが帰ったのが3時半ぐらいで、髪の毛とまつげやって、そうで3時半ぐらいだったので、その後なんか掃除とかして今に至る。よし、じゃあ皆さん、ビデオを見ていただいてありがとうございました。気に入ってくれた方はぜひライクをしてくださいね。ではまた次のビデオで会いましょう。バイ。おはようございます。私は今日はこんなに荷物が多いです。これが全部じゃないよ。よし、今日もやるで。ずれてるね。なんか Thank you.
昨日ね、家でね、めっちゃホイールを折ってきた。カットしてきた。で、これはハイライトに使うの。1.25インチのコテなんだけど、今までねこのサイズは持ってなかったから超楽しみ。コテいっぱいあるな。今日私が持ってきたのはね、急ぎすぎだろ急ぎすぎだろはっって取ったそれだけだよ。まあね、集中してるとお腹空かないから別にいいんさ。こんなもんかな。私のタオルどれだ。ねえ、みんな同じの使ってんだよ。私のタオルどれだよ。よし、ちょっとね、この間言ってたあのトライポッド届いたの。今から開けようと。超やりやすい。あとは私の携帯の
スペースを作るだけだね。携帯のスペースないよ。みんなないんじゃないの？あ、いいじゃん。いいじゃないですか。こんな感じになってる。OK、 準備浸透。来ちゃうね、お客さんがね。終わったー、終わりました。よし、今日はこれで終わり。忙しくて全然ビデオ撮れなかった。今日は頑張った。だから帰ります。なんか今日のビログは全然多分面白くないよね。全然面白くないと思う。全然撮れんかった。全然撮れんかったで、仕方ないな。お疲れ様でした。